眠りにいざなう音楽をお届けしています。ベッドタイムストーリー4日目の夜です。今日はどんな日曜日お過ごしでしたでしょうか。そろそろお正月の準備もしないとという時期ですよね。慌ただしく過ごされていたという方も多いのではないでしょうか。日曜日の夜は寝落ちする方が増えそうにも思うんですが、気持ちよく眠っていただけたら本望です。それにしてもコメントありがとうございます。ちゃんと続けられるかくじけてしまうのではないかと心配だったんですが、皆さんのお言葉励まされております。本当にありがとうございます。今年はライブが少なく交流が、ね、できなかった分、このベッドタイムストーリーを通じて皆さんとつながれたような気がしてね、嬉しいなと思っています。2012年から始まったコンフォートな時間というラジオ番組、この番組を通してこうパーソナリティの仕事っていうのをね、本格的にやらせていただいたんですが、当初は何を話していいのかわからないですし、ラジオっていうメディアは一対一だから、そのリスナーの方を思って語りかけるように話しなさいと言われてもですね、なかなかできなくてね、悩んだ時期も結構ありました。リスナーの方から一通メールが来ると、その後ろには100名の方がいると思って頑張りなさいとね、言われた頃のことを思い出しています。YouTube はね、視聴回数がわかるので、そのあたりはとってもリアルではありますが、今夜は最近あったちょっと驚いた素敵なお話をねさせてください。先日ですね、私の大切な友人が入院をしました。今はお見舞いも行けないですし、手術後も割と早くに病院をね出されてしまうようです。もう一人の仲の良い友人と二人でメッセージカードとお花を渡し、頑張ってねとね一緒にランチをして、手術の無事を祈りました。入院当日、友人からテンションのね高いメールが届きまして、なんだろうと思いましたら、担当の病院の看護婦さんが宮野ひろ子さん、漢字も一緒なんですよ。こんなびっくりあります？いやー、この初めましての看護婦宮野ひろ子さん、なんでしょうね、名前が一緒だけでこんなに安心感ってあるんだなって。もう一人の宮野さん、私の大切な友人をお願いしますよなんて、そんな気持ちになりました。偶然とは思えないというか、彼女を励ますために神様がいたずらしたんじゃないかななんてね、そんな風にも思ってしまいました。数日で無事にね友人は退院しました。まだ痛みはあるようですが、お家にお見舞いに行ったら、弱々しいとはいえね元気そうにしていたので、まずは一安心。何を持ってこうかなと思って迷って選んだのはスープストックの冷凍のもの、ね、ちょっとこう料理作りたくない時にいただくにはぴったりかなと思って、意外に喜んでもらいました。さて、そろそろ一曲ねお届けする時間ですが、今日はですね、皆さんに聞いていただくのは初めてということになりますね。トリオローブという
ユニットを今年結成しました。ベース芹沢茂樹さん、彼が、紹介してくれたのがサックス石田博一さん。時々こうライブがあったり、こうイベントのコンサートがあったりして、お会いして演奏するという仲間だったんですけれどもね、今年の春ぐらいですかね、まだその頃オンライン飲み会なんていうのもね、ちょっと珍しいという、新鮮な気持ちで3人でオンライン飲み会をしていた時に、まあじゃあなんかやろうよということで、エリック・サティのクラシックのね、名曲を自分たちのアレンジで演奏するというものを、まあ、それぞれの自宅で、録音したものをミックスを芹沢さんがしてくれて一曲にまとめて、まあ、結局ですね、サティとか数曲できたんですよね。でまあせっかくだからちょっと録音をスタジオでちゃんとレコーディングをしたいよねということで、10月にレコーディングをしました。新たに新曲も加えて、結局何曲だったんだ、9曲かな。そうなんですよ、アルバムできるぐらいのね、曲数になったんですね。まあこれをね、まあ、一つの形でこうお届けしたいとは思いながらも、今またね3人で改めて話をしながら、どういった形でこう皆さんにね、聞いていただくかというのをね、ちょっと今練っている途中ではあるんですけれども、まあ、こんな機会ですので、ラフミックスの音源ではあるんですけどね、一曲このトリオローブのね、新しくレコーディングしたものからお送りします。ブラームスの3つの感想曲という、これは私が学生時代にね、発表会で演奏したとても思い出のある曲なんですね。これを、アレンジしてトリオローブ風に仕上げました。では聴いてください。Thank you.
お届けしたのはブラームスの3つの感想曲より第2楽章でした。オリジナルの、ね、曲をご存知の方はなるほどこんな風に味付けしたんだなとね、思ってくださるかなと思うんですけれども、この曲かなり、悩んだんですよね。ピアノ1台で3人分を演奏してるという感じで、まあ10本指があるといろんなことできるんだなっていう、ね、ピアノならではのアレンジされたこうブラームスの一曲なんですけどもね、これを、まあ、ベースとサックスのパートに分けて、ちょっとこうショーロというかボサノバ風にね、コードも変えて、アレンジしたんですけどもね、また石田さんのこう大人な感じのねサックスがいい雰囲気を出してくれています。そしてこうベースでね中間部のこうメロディーを取ってもらうっていうのはね、まあトリオローブならではだなと思います。ベースですなトリオだけに、どこかこう室内楽的なクラシカルな雰囲気もあって、意外にこの、ね、3人の、ユニット面白い感じに発展していくかなと思っています。カチ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 聞こえてたと思うんですけどもね、あれはサックスの穴を押さえる時のね金具が少し音がするんですけども、それをね、取ってこうちょっとパーカッション代わりにねしてみました。今夜ご紹介しているこのブラームスはですね、1833年から97年という63歳で亡くなられているんですね。まあ、19世紀ドイツの作曲家ピアニストなわけなんですが、まあ、この頃の時代は感染症はどうだったんだろうってちょっと気になって調べてみましたら、やはりいろいろあったようで
ですね。1832年4月、コレラが増え始めたパリでは、誰かが毒を投げ込んだという噂が飛び交い、毒殺犯人とみなされた人々が民衆に暴行を受ける事件が起こっている。はあ、大変だこれは。この事件では数名が殺害されている。まだまだ解明されてないというと、誰かをやっぱり犯人に見立ててっていうね。はあ、19世紀前半のコレラの流行は急速な都市化の進んだ時期でもあり、ヨーロッパの大都市はどこも劣悪な衛生環境にあった。感染症は人間の病である以上に社会の病気、社会の病であることを多くの人が痛切に感じたのであり、その中から社会の健康を考える公衆衛生学や上下水道の整備や道路の拡幅なども取り込んだ近代的な都市工学と、都市工学という学問分野が生まれた。なるほど。なんかこう今の私たちの状況を見ると、この時のことがすごくリアルに想像できますよね。今私たちがこのぶつかっていることも、新しいこう分野が生まれたりとか、社会の健康を考えるっていうことになるんですね。そうですよね。いやー、まるで初めてのことのように、今回のねコロナは感じてますけれども、こうやって歴史を見ると、みんながこう経験してきたものなんだなっていうふうに感じますが、まあそれでもこうブラームスは生き残って、音楽がまだ私たちのね、中で息づいてるっていうのはすごいなと思ってしまいます。まあ、音楽もいよいよこのコロナをきっかけに大きな変革なるんですかね。まだちょっとどんな風になるのか私想像つかないんですけれどもね。まあでもみんなが一気に YouTube をやるようになったっていうのはね、まあ新しいことではありますよね。さあ、こんな終わり方でいいのか分かりませんが、そろそろ時間になりましたので、お休みのね一曲をお送りしながらお別れとしたいと思います。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。良い夢を見てくださいね。おやすみなさい。